はい、どうもこんにちは、まさんです。本日も、ゴーストブツチマ続きやっていこうと思います。今回はですね、お久しぶりの石川先生のね、サブストーリーをやっていこうと思います。かなりね、久しぶりに会います。石川先生、お元気してますかね。本当に被るんだよな。誰か見たやもしれない。この被りやすいのをどうにかしてほしい。誰か。知らぬか。武士を知らぬか。弓取りだ。東へ向かわれました。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。覚悟と夢と。これなまた。来い。影。あ、なんだなんだ。石川先生が危ない。石川先生、石川先生、神速拳だな。どこだ、石川先生。石川先生どこですか。 あそこか。先走ったのですか。巴の足取りを掴んだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。新手が来ます。傷の手当てを。敵は私が。はい、行くぜ。はい、はい、はい、どうした。さらばだ。もちろん間違えた。石川先生、お怪我されてるじゃないですか。あなたが囲まれるとは。巴の教えが良い。訳は他にありましょう。
思い当たる節が申せ。巴に執着し、周りが一切見えておらぬからでは。わしとて過ちは犯す。相手が巴ゆえ、心を乱される。先を急ぐぞ。言うね。今日仁さんめっちゃ言うね。行くぞ影。よし。どのような野営です。兵の多くは弓取り。赤島のあちこちで村を襲っておる。巴がその指揮を。あやつは我らを下すための体のいい道具よ。巴は猛虎につく前にあなたを襲った。隠さず子細をお話しください。あやつは賊の一味に加担したのだ。金のためにな。それが何だとおっしゃるのですか。まあ聞け。お主ならばその賊を生かしておくか。あなたが先に襲ったのですね。そこらの賊と同じように処したまで。弟子だというのに。ひいきするわけにはいかんからな。まず長尾広典、次は巴。お主はわしを裏切るでないいや、あんたじゃねえかよ。裏切っとんわ。情けはないのか。無意な殺しは士気を下げるのみ。薬も過ぎれば毒だ。巴は弟子入りを志す前は何をしておったのですか。あやつの母は小麦の商人の娘。父親は知らぬ。なぜ聞く。殺しは一日でならぬもの。たとえ弓の才があろう。これで親父じゃねえよな、間違いでも。殺しの血が流れておるということだ。また巴の仕業だ。なんだ。赤島の民は家畜だとでも思っておるのか。あやつらは血に飢えておるのか。刃を磨くは人殺し。武士は心を磨かれ。あなたは刃ではなく弓を磨いた。弓の腕のみ、人殺しではない。どこに才があるか。弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ、矢尻は小刀の代わりに肉を切る。つまり弓は刃にあらずと。そして武士は人殺しにあらず。くそ、なんてことだ。ここで死すべき方ではなかった。巴が抗えば殺さねばなりません。どうかお覚悟。弟子の不始末は死が片付けねばなるまい。わしが切ろう。あなたはあえて獣を育てたわけではないでしょう。弟子にとったとき、あやつの闇を見抜けんかった。だからこそ恐ろしいのですね。煩わしいだけだ。門をつくぞ。中山砦を思い出せ。敵陣を調べ、短所を見極め、策を練る。上出来だ。見るは二度、いるは一度。ここから歩こう。声がする。育てておる。くそ、なんてことしやがんだ。あれは蒙古流の休日。折衷だ、日本式とのな。く、後に。まったくしつけがなっておらん。あそこを奪えば見どころがわかりましょう。先陣を切れ。わしが弓で援護する。
おいやらさ。調べましょう。なんてことしやがんな、本当マジで。豊玉の各所に送るようです。修練場を増やす腹積もりか。大綱と櫛に一つずつ、さらに増えるな。何かあったら。フミ、日本語です。なんとは。大ハーンに慎んで申し上げます。この年の終わりまでに持てる技すべてを旧兵にお教えいたします。その暁には石川と酒井の首を届けましょう。なんてこった。ご決断を。止める術はただ一つ。言われずとも分かっておる。ならば証明してくだされ。己わしを愚弄するか。本当ですか、石川先生。先の目録、修練場探しの頼りになります。裏切る者を成敗する。酒井、お主は太刀の腕も器量も備えている。だが二度とわしを侮るでない。いや、あんたがそんなことしたからや。先生。が神社手間が出たな。とりあえずね、また2つ出てきましたけど、ちょっとそこはまたおいおいとやっていこうと思います。6、7ちょっと遠いんでね、一回これでしてやってね、また続きやっていこうと思います。それでは、本日も、ご視聴ありがとうございました。また、次回の動画でお会いいたしましょう。それでは失礼します。